トゥリオピネリは、イタリアの脚本家、小説家である。トゥリオピネリとも表記される。イタリア王国トリノに生まれる。貴族の出身で、騎兵将校、法律家といった職を経て、舞台の戯曲を書き始める。戯曲が注目され、映画界に入り、1943年に脚本家としてデビューする。1952年。 ピエトロ・ジェルミ監督の越境者の脚本で同作を共同執筆したジェルミ、フェデリコ・フェリーニと共にドイツ映画賞監督賞を受賞する。1957年、フェデリコ・フェリーニ監督の道の脚本で同作を共同執筆したフェリーニと共に第29回アカデミー賞脚本賞にノミネートされる。1958年、フェデリコ・フェリーニ監督の 青春群像の脚本で、同作を共同執筆したフェリーに、エンリオ・フライヤーノと共に、第30回アカデミー賞脚本賞にノミネートされる。1959年、フェデリコ・フェリーに監督のカビリアの夜の脚本で、同作を共同執筆したピエル・パオロッパ・パゾリーに、エンリオ・フライヤーノと共に、スペイン・バルセロナでのサン・ジョルディ賞、最優秀外国脚本賞を受賞する。 フェデリコ・フェリーニ監督の甘い生活の脚本で同作を共同執筆したフェリーニ、ブルネット・ロンディ、エンニオ・フライアーノとともに1961年にはナストロ・ダルジェント賞最優秀脚本賞を受賞、1962年には第34回アカデミー賞脚本賞にノミネートされる。1964年、フェデリコ・フェリーニ監督の八一二の脚本で、 同作を共同執筆したフェリーに、ブルネッド・ロンディ、エンミオ・フライヤーノと共に、ナストロ・ダルジェント賞最優秀脚本賞を受賞、同年の第36回アカデミー賞脚本賞にノミネートされる。1976年、マリオ・モニチェリ監督の私の友達の脚本で、同作を共同執筆したレオ・ベン・ベルーティ、ピエロ・デ、ベルナルディ・ピエトロ・ジェルミと共に、 ナストロ・ダルジェント賞最優秀脚本賞並びに、同最優秀原作賞を受賞する。1982年、マリオ・モニチェリ監督のグリッド公尺の脚本で、同作を共同執筆した、モニチェリ、ピエロで、ベルナルディ、レオ・ベン・ベルーティ、ベルナルディの雑報にとともに、ナストロ・ダルジェント賞最優秀脚本賞を受賞する。 1986年、マリオ・モニチェリ監督の女たちのテーブルの脚本で、同作を共同執筆した、モニチェリ、ピエロで、ベルナルディ、レオ・ベン・ベルーティ、スーゾ・チェッキ・ダ・ミーコと共に、ナストロ・ダルジェント賞最優秀脚本賞、並びに、同年のダビド・デ・ド・ナテロ賞最優秀脚本賞を受賞する。1988年、フランスの女優マドレーヌ・ルボーと結婚する。 満90歳を迎える1998年、マクシミリアン・ロベスピエールに題材を取った小説、ロベスピエールの家ラカーサディ・ロベスピエールを執筆し、出版される。2009年3月7日、老衰により死去した。満100歳没。83作の脚本作がある。ありがとうございます。